横浜 FC の小川光輝です。受賞のお気持ちは、選手に対戦相手にそういう風に投票していただけるっていうのは、まあ、相手にとって嫌な選手だったっていう印象を与えられてるっていうところだと思うので、選手としてはすごく嬉しい気持ちです。2022シーズン活躍できた要因は、要因は、まあ、チーム戦術のところが一番大きいかなと思ってて、すごく攻撃的なチームだったんで、ゴール前に入ってくる、チャンスの数、はすごく多かったと思うし、僕自身シュートもたくさん打ってましたし、まあ、失点数はちょっと多かったかもしれないですけど、その分やっぱり攻撃的に出れたっていうところで、僕の決定力っていうところが生きた1年だったんじゃないかなと思って。昨シーズン自身が選ぶベストプレーは、ホームの仙台戦の、匠からのロングパスでワンタッチでボレーで決めたところなんですけど、後ろの1本からのパスで、ツータッチで、多分匠のワンタッチと僕のワンタッチなんで、すごく少ないタッチで一発でゴールを決めれるっていうのは、まあ、ある意味サッカーの本質みたいなところはあると思うんで。今シーズンは J1 でのプレー、自信のほどは、そうですね、常に自信は持ってますし、J1 で得点を取れる自信もあるし、準備もしてますし、そのためにやっぱチームがね、いい方向に向かないといけないんで、まあ、常に試合を持って試合に取り組みたいなと思ってます。参考にしている海外のプレイヤーは、海外だとレバンドフスキー選手はやっぱりゴール前の動きだし、ポストワーク、そういったところがもう全て兼ね備えているところはあるんで、すごい僕自身参考になる選手かなと思います。29歳で迎える4年後のワールドカップ、その思いは、今年のワールドカップで去年か、強くやっぱり意識するようになりましたし、あの舞台で、僕も出場して得点を取りたい、チームを勝利に導きたいっていう思いはすごく強くなったんで、そのためにはしっかりと準備して結果を出し続けないといけないと思うので、まあ、頑張りたいと思います。最後に今シーズンの目標を聞きました。昨シーズンは J2 2位で昇格しましたけど、簡単な戦いじゃないと思うし、ただ別に引き目で出ることもなくていいと思うし、しっかりと自分たちのサッカーすれば上位進出できる選手のクオリティが揃っていると思うんで、J1 戦える準備ができてますし、上位進出狙えるだけの、自信も